こんにちは、Bレジェンドの辻元です。今日は朝すっきり目覚めるストレッチを紹介します。朝はなかなか時間がなくてすっきり起きられない方も多いと思いますが、起きてすぐベッド、布団の中でも簡単にできるストレッチ方法を紹介したいと思います。ぜひ試してください。はい、それではゆっくりストレッチを行っていきましょう。まずは全身を伸ばします。全身の伸びをしながら手足の指でグーパー運動を繰り返していきます。しっかりと握る動作と開く動作、交互に繰り返していきましょう。呼吸は止めずにゆっくり自分のペースで行っていきましょう。はい、結構です。それでは次は首のストレッチを行っていきます。仰向けに寝転びながら行っていただいても大丈夫です。寝ている間に凝り固まった肩周り、首をゆっくりほぐしていきます。無理なく気持ちいいぐらいのところで止めるように行っていきましょう。片方20秒ずつ繰り返していきましょう。呼吸も止めずに自然な形で繰り返して行っていきます。次は腰のストレッチです。両膝を抱えるようにしてぐーっと胸に近づけていきます。お尻が少し持ち上がるぐらいで無理のない範囲で行っていきましょう。次は自転車漕ぎです。手をお尻の下に引いて自転車を漕ぐように足を交互に回していきます。関節周り、腸腰筋をしっかり温めていきましょう。次は肩甲骨周りのストレッチです。両手を万歳する姿勢から肘をやや後方に引きながら肩甲骨を寄せるイメージで動かしていきましょう。20回を目安に動かしていきます。こちらも自然な呼吸で無理のない範囲で行っていきましょう。はい、OK です。いかがでしたでしょうか。ストレッチはですね、強度もご自身で合わせて行えますので、ぜひですね、この内容で継続いただければと思います。それではまた明日会いましょう。